それでは、えー、アンポルキア選手の試合後インタビューを始めたいと思います。よろしくお願いします。あ、お願いします。まず、えー、試合を終えた率直な感想をお聞かせいただけますでしょうか。えー、そうですね。あのー、まあ、終わった瞬間はまあ、勝ちって言われたんですけど、まあ、自分は圧勝するって言ってたんで、まあ、3対0でまあ、勝ちかもしれないですけど、まあ、正直 KO で倒したかったなっていう印象が強かったんで、うん、率直な感想としては悔しいなっていう気持ちが強いです。今。 対戦を終えて相手の印象というのは戦う前と後と違いましたでししょうか違いましたねあの、本当に、まあ、1階級下のチャンピオンなんですけど本当頑丈でしたし、なかなか、まあ、僕、ベルター級に上げてから、まあ、6戦しててすべ、まあ、て KO 決着で、まあ、来てて、まあ、かなり久しぶりの判定決着になってしまったんですけど、まあ、それぐらい、うん、手応えパンチの手応えとかあったんですけどそれを最後まで。こう まあ決めてまでいけない、その頑丈さとか圧、圧っていうんですかね、うん、まあ、上手さ的な部分はありましたねありがとうございます、今回、東京ドームでの試合でしたが、東京ドームの印象はいかがでしたか,でかいのひと言に尽きるかなっていう、まあ、本当に1ラウンド終わって、まあ、笑顔になっちゃうぐらい、試合自体は楽しかったです、すごい。 ありがとうございます今回、勝利を収めました今後の展望というのを教えていただけますでしょうか、うんまあ、今、さっき山崎選手やってた、まあ、原口選手とかやったら面白いんじゃないかなって僕は今、思いましたね、まあ、今後こういったことがある,あるのであれば、まあ、次の武尊天心に、まあ、アンプルキアがなれるように元選手としても成長していければなと思っています。 ありがとうございます。それでは続いてマスコミからの質疑応答になります。ご質問ある方は挙手をお願いいたします。はい、ではお願いします。フリーライターの橋本です。お疲れ様でした。えっと自分の中でえっとうまくいかなかった。部分こうこういうことがあって、こうね。じ伏せるようにいけなかったみたい。なんいうのはどんなところですか？うん、やっぱり技術的な部分ですよね上。あの上手かったです。すごい！ストレートに。 あのまあ、三日月蹴り、こっちの三日月蹴りとか合わすのうまかったですし、まあ、それで聞いて止まったとかじゃないんですけどやっぱり合わせられるとどうしてもこのマインド的に生きにくくなるみたいなやっぱそういう細かいテクニックとかやっぱりチャンピオンで戦、まあ、績もすごいいい戦績でしたしそういういのを感じましたねあの原口選手の名前を出されてましたけどもやっぱりあの格闘技界のことも考えると今日生まれたものをまた続けたいという意識も強い。いやもちろんですあのやっぱりン、まあ、ンシン選手は 今回でキックボクシング引退しますし武尊、まあ、選手の展望は僕は分からないですけど、まあ、そんな多分長いくはないと思うんですよ。でここでこうして他団体同士がこの初めて戦ったこのザ・マッチをここで終わらすんじゃなくて、まあ、次に、まあ、い,つもいつも僕言ってるんですけど次の角度以下の顔になるのは自分だって言ってるんで。 まあそれを有効実有限実行していけるような選手になりたいなって思ってますね。ありがとうございます。ありがとうございます。その他ご質問ある方いらっしゃいますでしょうか。はい、ではお待ちします。 というのおその1ラウンドの,この爆発力だけで勝つのなくてこう3ラウンド通してでちゃんと勝利を収めるという部分は安保選手の新たなちょっと実力が見えたとて感じがしたんですけど、うん、その辺は終わった時はやっぱは悔しかったですよあの、うん、こういう舞台ですし、まあ、舞台は関係ないですけどやっぱり KO で倒して見せていいわけじゃないですか選手としては。ただまあ 自分分の弱点的な部ででもあっったんですよやっぱり3ラウンドを通して前半よくてやっぱ後半にかけて下がっていく、押していくっていう部分があったんでそこをチャ,ン、まあ、チャンピオンクラス、まあ、チャンピオンじゃないですか、山田選手も相手に、まあ、最後までこう削り勝ったというか、うん、そういうところに関しては、まあ、セコンド陣も。まあ、これはまあ僕が 100%見せたかった結果じゃないかもしれないけどそういうところに競り勝ったに関しては今後の成長においてすごい良かったなっていう,ふうに言ってもらえたんで、まあ、そこはもう自分でもそう納得するようにしてます、ね、あとは処理したんですけども納豆は食べてもらいますかいや先、まあ、ツイートしたんですけど、まあ、あれで納豆を食べてもらうのはちょっと申し訳ないなっていう感じなんで、まあ、YouTube もしコラボして、まあ、しまえるんであれば僕が目の前で食べてやろうかなとまた <laughs> そう思ってます。 ありがとうございます。他ご質問いかがですか。ご質問ある方よろしいですか。はい。それでは、安保選手の試合後インタビュー資料となります。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは、山田選手の試合後インタビュー始めたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。まず、試合を終えた率直な感想をお聞かせいただけますでしょうか。うん、そうですね。まあ。まあ、一言で言うと、まあ、悔しいですね。はい。まあ、そのね、やる前のその下馬評とか。 そはまあ安保君の方があったんかなとは、ね、ファンの人もそうやし思ってた人多かったと思うんですけど、まあ、自分の中ではもう勝つ気でいてたし倒す気でいてたんで、はいまあ、結果がすべてなんで、はいまあ、悔しいいですすね、はい、ありがとうございます、えー、対戦を終えて相手の印象が違う部分は戦う前と後とありましたでしょうかうかんないですね、<laughs> そんなに言うほどないかなというのは。 ありますね。はい、試合前にイメージしていた通りだったと。<coughs> あ、そうですね。まあ、でもその戦いに関してはやっぱその何て言うかなあ。でもしっかり。研究してるんかな？というのははいすごく感じましたね。はい、ありがとうございますえ、今回東京ドームでの試合でしたが、東京ドームでの印象はいかがでしたか。かんん。そうですね。まあ、自分が試合やる前も言ってたんですけど、本当に昔自分がテレビで見てた舞台やったし。この。 ね、大歓声の中で試合ができるっていうのは本当に、まあ、人生の中で何回あるかっていう感じだと思うんでまあいい経験はさせていただきました、はい、ありがとうございます、えー、試合を終えたばかりですが今後の展望というのを教えていただけますでしょうかうんそうですね、まあ、まあ自分の中ではそんなに展望っていうかそういうのは考えてなかったんですけど、まあ、まあ今回のねこの一戦に向けて一生懸命 やって、結果を出すっていうことしか考えてなかったんで。まあ。まあ、怪我もそんなないし。次また、次戦、まあ。次団体、ライズで。何か。チャンスくれるなら。っていう。思いはありますね。はい。ありがとうございます。それでは、続いて、マスコミの方から質疑応答を行いたいと思います。はい、マイクお持ちします。お疲れ様でした。 体のサイズの違いといのは、どのように克服しようと思ったんですか <laughs> まあそれはね、もうやる前からみんなにも言われてたし、まあ、正直、まあ、今終わった段階で言いますけど、まあ、自分のなんですかチームの人らも、えやるのみたいな <laughs> 感じだったんで、まあ、でもそれは本当に会見の時も言ったしいや、リンが上がるって決めた以上は戦いなんで。はい 向こうもしっかりその67.5じゃなくて67まで落としてやるって決めて落としてきてたし、そこは本当プロとしてまあ言い訳したくないし何も言うことないですね。はい。わかりました。ありがとうございます。他ご質問いかがでしょうか。よろしいですか。はい、それでは山田選手の試合後インタビュー終了となります。ありがとうございます、はい。ありがとうございさつ。